どうも、にゃんにゃんクリーパーです。今回はセリアで購入しました、電子レンジでラーメンを作れるアイテムになります。まあ、調理器具ですね。はい、これになります。100円で売ってます。安いですね。はい。で、これ電子レンジで作れるってことで、袋麺のラーメンが対象になります。柔らかいやつじゃなくて、乾麺の方ですね。はい。で、こんな風なパッケージになってまして、上に説明書。で、あとは蓋と容器ということで、で、これ、この容器のまま、食べることができる。はい。そんな、デザインになってますね。はい。まあ、実際のところは、容器のまま食べるよりも、ちゃんとしたラーメン丼で食べた方が美味しく感じたんですけれども、まあ、ね、洗い物の手間を考えれば、この容器のまま作った方が、食べた方がいいかもしれないですね。で、蓋はこんな感じで。はい。で、容器はこんな感じ。まあ、普通にね、ラーメン丼と同じぐらいの容量が入るので、まあ、これでも問題ないかとは思うんですけれども。はい。で、あと、ここに説明書。説明書は、まあ、取っておいた方がいいですね。はい。結構、電子レンジにかけるにあたって、まあ、普通に鍋で作ったら3分かかるんですけれども、電子レンジの場合は、プラスアルファの時間をかけて、温めなければいけない。で、あと、水を使うか、お湯を使うかでも、時間が変わってくるので、まあ、その説明書きが書いてあるので、これは取っておきましょう。はい。ということで、100均で買える、時短アイテム。はい。ラーメン編ということになります。はい。また次回、ちょっとこれ使って料理してみたいと思います。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。